俺の名前は紅林一郎。ツナマヨ120円か。おにぎり一つでもため息が出るような懐事情の苦しい元ヤンのフリーターだ。俺は学生時代から腕っぷしは異常だった。本気のパンチは頭蓋骨を破壊するほどに。目を合わせるな。赤鬼怖え。鬼神のように喧嘩が強かったことからついたあだ名は赤鬼だ。俺は曲がったことが絶対に許せなかった。おでんを素手で触ります。おでん素手で触ってやがるよ。我欲のために人様に迷惑をかけるやつがどうしても許せなかったんだ。購入されるお客様のご迷惑になりますので。うるせえな底辺バイトが。ほら時給やるよ。金さえあれば何でもするんだろ。だが呆れるほどにこの社会にはクソ野郎が溢れてやがる。買わずに何やったんだクズ YouTuber。 みんなが食うもんだろうが。あ、なんだこのバカ。炎上商法だよ。なめてんの。俺ら武道派だよ。動画投稿しねえと金になんねえだろうが。ドキュン成敗を撮影してます。てめえらのクソみたいな害悪動画誰が見るんじゃ。人の道から外れて何が好きなことで生きていくじゃ。おー、曲がったことをする奴らに俺は決して容赦はしない。触ったもんは全部食え。金払え、こら。あいつだ。まあ毎回やりすぎて警察の世話になっちまうんだが。そして残念なことに頭の方も最下層だった。クレバヤシ、このドイツの独裁政治家は誰？男爵D の。それは男塾の3号生。シルクハットから鷹を出して戦うやつね。おかげで大学進学など夢のまた夢。就職もなかった。そんなわけで今年で23歳になった俺だが、いまだに定職につけず日雇いバイトだ。パワーあるな兄ちゃん。うっす。そりゃそうさ。社会っていうのは腕っぷしだけでどうこうなる世界じゃない。そんなある日、俺はある求人を見つけた。あなたもアイドルと一緒に成長しませんか、だと。それはアイドルのマネージャーの求人だった。キラキラした世界、悪くないな。俺は昔からアイドル好きだし、これはチャンスだと思いすぐに応募した。紅林二郎です。尊敬する人はダリオ・ブランドーです。ディオの父親ね。クズ中のクズだぞそいつは。2回の面接で自分を必死にアピールした結果、よっしゃ採用された。アイドルを引き受けるという責任ある仕事に就くことができた。採用後説明があると聞き事務所の社長室に通されたんだが、すげえな、めちゃくちゃきらびやかじゃねえか。早くそこに座れ。事務所は何の変哲もない雑居ビルの一角にあったが、社長室だけは妙に豪華だった。そこで社長が自らプロマネージャーとしての心構えを説明してくれた。これはあくまで仕事。アイドルとの恋愛はご法度で。はい、もちろんです。基本的に全て理にかなっているように感じたが、一つだけ引っかかる言葉があった。ここで見たこと聞いたことは絶対に口外するね。あらゆる全てで。了解しました。でもその時はアイドルのプライベートもあるし、夢を売る世界だから当たり前かと思った。そんなこんなで俺は発足間もない地下アイドルのマネージャーとして配属された。次のステージは13時ちょうどね。はーい。人気はまだまだだが、夢に向かう彼女らを支えることに喜びを覚えていた。マネージャーの仕事はとにかく多い。スケジュール管理はもちろんのこと、ライブの仕込み、物販など様々なことをこなさなければならない。その中でも最も難しいのが彼女らの精神面でのサポートだ。年頃で多感な彼女らがまっすぐ仕事ができる環境を作っていく。大丈夫か？何か気になるところはないか？大丈夫です、ありがとう。俺は彼女らの悩み相談に全力を注いだ。しかし配属されて1ヶ月が経った頃、彼女らにある変化が起きる。ああだる。ケアを徹底しているのにもかかわらず明らかに元気がなくなったのだ。そんなある日のライブ終わり、俺の担当するカナも同席しての接待の席があった。やっぱりファンを出し抜いてアイドルと飲む酒はうまいな。やだ悪い顔してますよ。スポンサーの方はとても上機嫌。接待の席は終始和やかなムードで進んでいた。カナは最年長の21歳、大人だ。さらに社長もいる。カナと新しいマネージャー君、グッド飲め飲め。クレバヤシ、もちろんいただきます。多少のアルハラ、セクハラはあったものの何の問題もなく2時間が経った。酔いが回ったところで社長がスポンサーに声をかけた。今晩どうします？カナはもちろん行けますよ。お、音がいい、いいね。ん？聞き間違いか？今晩行けるってもしかして。明日のスケジュールも1日空けてありますので、お寝坊も OK です。社長、君は本当に仕事ができるね。こりゃ断れないな。確かにカナは明日フリーにしてある。空けておけとの指示はまさかこのためだったのか。
そして俺の予想は的中した。カナはスポンサーと共に夜の街に消えていったのだ。ああやって抱いてもらえばスポンサーは契約してくれるんだよ。そうっすか。目の当たりにして衝撃だった。これが噂に聞くアイドルの裏側か。数日後、社長はスポンサーの元へ行き、耳元でこう言った。随分とお楽しみいただけたようで、スポンサーの件お願いしますね。ああ、もちろんだ。会社のお依頼さんが20そこそこのアイドルを抱いた事実、首根っこをつかんだようなもんだ。アイドル業界の真実を知った俺は、もどかしい思いを抱えながら会社を歩いていた。女の子が納得しているなら、これは必要枠なのか。スポンサーの金で成り立っているのも事実、ウィンウィンの関係なのだろうか。俺の思いとは裏腹に、その日のライブはクオリティが高く盛況だった。みんな大好きだよ。金が集まった分、ダンスレッスンや衣装、楽曲に資金を投下できるから。しかしその夜、誰もいない事務所の端っこでグループの3人が泣いていたのだ。おい、どうしたんだ、何か辛いことがあったのか。紅林さん、助けてください。私もう心が限界なんです。ファンのみんなに笑顔を届けたいのに、うまく笑えなくなりました。そこで聞いた彼女たちの心の叫びは耳を疑うものだった。なんだって、あの接待は合意じゃなかったのか。社長にやれって駆け出しから教えられてきたから。やらなきゃアイドルはクビだって。嫌だけどアイドルを続けるためにやってる。なんとこの子たちはスポンサーとの接待は強制で、半ば体で仕事を取らされていたのだ。それにもし辞めたいと思ったとしても、私たちは辞められないの。契約が厳しいから、違約金を払うお金がないから。どういうことだ。話を聞くと、入所の時に交わした契約がとんでもないものだったのだ。もしアイドルの都合で辞めると、高額な違約金が発生するようになっていた。ああ、今すぐ600万払えんの。払えません。契約しておいて払えねえわ、大人には通用しねえんだよ。この世界に飛び込んだ瞬間、契約させられたってわけだ。それでも私はここでアイドルを続けたい。今も応援してくれるファンたちに元気をあげたい。恩返ししたいの。スポンサーはありがたい、でも体を差し出すなんて変だ。貧乏でもいいから自分たちの力で頑張りたい。その涙を見た瞬間、俺の中で何かが切れる音がした。話は分かった、今日は帰れ。こんな純粋に頑張る子たちに体を売らせて私腹を肥やす人間がいるとは。俺はそのまま社長室に乗り込んだ。すいません社長、この豪華な部屋どうやって作ったんすか。ノックしろバカ野郎。決まってんだろ、スポンサーからの金だ。そのスポンサーからの金はあの子たちを犠牲にして稼いだもんだろうが。誰に口聞いてんだこのボケ。何が悪いんだ、ウィンウィンだろうが。アホ女はライブでアイドル気分、金持ちジジイは女が抱ける、俺は儲かる、最高じゃねえか。今ならまだ許してやる。アイドルに土下座して金は全て彼女たちにやれ。そして二度と枕はやめろ。あ、それわけねえだろバカ。バイトの分際でうだうだ言ってんじゃねえぞ。俺カポエイラの有段者なんだよ。おめえイラつくし、もう殺すわ。社長が不意打ちで変則的な蹴りを打ち込んできた。シャッ。続けてまるでダンスのように飛び蹴りが飛んでくる。ヒャッハー。だがこの程度の蹴り、彼女たちが負ってきた心の傷に比べりゃどうってことねえ。なんだそりゃ、その程度か。先に手を出したのはてめえだぞ。もろに入ったのに嘘だろ。か弱い少女たちを利用して金を稼ぐクソ野郎の攻撃なんぞ聞くかよ。あの子らは純粋にアイドルをしたくて、やりたくないことにも耐えてんだ。その夢につけ込み、人道に外れた方法で金を集め自分だけに還元する。そんなことお天道様が許すわけがねえ。命がけで歯を食いしばれゲス野郎、でねえと首が折れて死ぬ。俺が本気で握った拳はもはや鋼鉄。夢を売る職業の人間がその夢を食い潰してどうするんじゃ。全体重と魂を乗せたパンチを前に、ガードなど全く意味をなさねえ。奴は一発で顔面が完全に陥没した。おい聞けゲス野郎、アイドル、ファン、スタッフ、おめえは全ての人を裏切った。夢ってのはな、思いっきり必死に手を伸ばした先の、さらに1ミリ先にあるんだ。彼女たちが伸ばしても伸ばしても届かないその1ミリを一緒に苦しんでやる。それが事務所ってもんだろうが。ファンと向き合い、パフォーマンスと向き合い、成長した彼女たちが夢を叶えた時、初めてお前だって本当に儲かればいい。てめえがやってることは伸ばすどころか足を引っ張ってるんだよ。
てめえはもう一発だ。気合を入れておく。もう顔がカンパチョしちゃ。やめていった頃にも全員土下座してこい、ボケ。完全にやりすぎてしまった俺はその足で自首をした。またお前か、紅林。毎度毎度すみません。その後俺が伝えた情報から社長も強要罪で逮捕となった。人の道を外れた奴に制裁を加えたことに後悔はない。またあの可愛い歌声聞かせてくれよな。事務所は解散したらしいが、彼女たちはまたきっとどこかで活躍しているはずだ。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では人間がバグってしまう瞬間をテーマに、これからも動画を作っていきます。過去の動画もぜひ。